練習場所はここでしょうか。千里さん、来てくれてありがとうございます。いいえ、とんでもない。まやちゃんがいて安心したわ。皆さん、これからどうぞよろしくお願いします。千里、来てくれたんだね、私のジュリエット。どうも。まだ私が出演させてもらうってことしか知らないから、カオル、よかったら詳細を聞かせてもらえるかしら。ああ、もちろんだよ。さ、こちらへどうぞ。千里、何度も断られたから正直ダメかと思っていたよ。本当は最初から来てくれるつもりだったんだろ。君は本当に素直じゃないね。何度も何度も断ったのだけどね。羽岡の校長先生や演劇部の方が熱心に交渉に来てくれて、公演への情熱を感じて出演を決めたのよ。さすが、君はプロの女優だね。君のその儚さに乾杯。まやちゃん、早速今回の公演について決まっていることを教えてもらえるかしら。はい。なるほど、今回は記念の公演なのね。私も公演が盛り上がるように精一杯頑張るわね。はい、よろしくお願いします。自分、照明係として裏でお二人をしっかり支えますから。ええ、ぜひ行きましょう。僕は誓う、この美しい月にかけて。月はいけません。月は満ちたり欠けたりするもの。あなたの愛も変わりやすいものになってしまうわ。では何にかけて誓えばいいのかい。僕はあなたの小鳥になりたい。お二人ともお疲れ様です。お疲れ様。お二人とも素敵でしたよ。すでに完成している感じすらありましたよ。どうもありがとう。それにしても千里はさすがだよ。先ほど台本を受け取ったばかりなのに、あの完成度とはね。ありがとう。けれど今のは本読みに過ぎない。完成させるにはもっとジュリエットを知っていかなくちゃ。完成を楽しみにしているよ、私のジュリエット。それじゃあ私は個人練習をしてくるよ。いやー、カオルさんって本当にすごいですよね。普段はああいう感じなのに、こうお芝居になると一気にスイッチが入るっていうか。カオルは天才なのよ。どんな役だろうが台本を読めばすぐにその役を自分に下ろすことができる。おへー、役を下ろすですか。私はカオルと真逆。あらゆる資料を読み込み、バックボーンを理解して役に近づいていくタイプなの。私がジュリエットを理解するにはもう少しかかりそうだわ。カオルはさっき台本を受け取ってすぐなのにジュリエットの完成度が高いと言っていたでしょ。はい、言ってましたね。自分もそう感じました。本当はね、カオルから演目は聞いていたから、今日を迎えるにあたってあらゆるロミオとジュリエットを読んだり見たりしたの。そうだったんですか。ええ、だからある程度のところまではできていたと思う。けれどあれは凡庸な演技でしかない。そう思って、もっとしっかりジュリエットを理解してジュリエットの人物像を確立させていかないと。頑張ってください。千里さんならきっとできますよ。私なら
あ、千里さんならきっとできるは禁句でしたね。すみません。ううん、いいのよ。ありがとう、まやちゃん。私ならできる。そうね、ジュリエットを演じきってみせるわ。このまま薫の独壇場なんて許せないもの。自分応援してます。それに千里さんがこんな話を自分にしてくれたのすごく嬉しいです。こんな話って？ああ、ですね、千里さんがこの役に対してどんな努力をしているかとか、どんな思いでこの役と向き合っているのかとか、そういう話です。千里さん、前に努力はして当然のものって言ってましたよね。だから誇れるものでもないって。ええ、今でもそう思っているわ。千里さんは今まで努力してる姿を周りに見せなかったですよね。だから自分は千里さんの完成形しか見たことなかったんです。今までは千里さんが完成する過程を知らなかった。バンドの練習もある程度できる状態から自主練に参加でしたから。けど先日の舞台での様子を見たり、ジュリエット役について悩んでることや、今日を迎えるにあたってしてきた努力を知りました。千里さんの過程を初めて知れたんです。それが嬉しくって。マヤちゃん、私少し甘くなってしまったかしら。でも自分今の千里さんすっごく好きです。ありがとう。けどその不平はやめなさい。すみません。